ヨーダの使い方についての説明は以上ですが、これからはみたいだについて説明していきたいと思います。下面我们再来看一下比况助动词みたいだ的用法。みたいだ同ヨーダ可以表示比喻、举例或者说话人的主观推测，接在名词、形容动词词干、形容词和动词的普通体之后。接续方面，形容动词和名词与右打不同，活用方面跟右打相同。另外，みたいだ叫偏向口语。下面来看一下具体用法。先来看一下比喻的用法。第一个例句，先生がトップみたいに帰りました。老师飞奔似的回去了，把老师回家的状态比喻成飞，但是实际上并不是用飞的。第二个例句，あの人は猿みたいな顔をしている。那个人长着一张猴子脸，人不是猴子，但是把人比喻成猴子。第二个用法是表示举例，表示举代表性的事物来叙述。第一个例句，金盗むみたいなことをやめなさい。不要做像是偷钱之类的行为。再例如，人間らしい住宅に住めるみたいなことを保証するのが基本です。给予适合人居住的房子是最基本的保障。第三个例子，上海みたいな大都市にはいろいろな人がいる。像上海这样的大城市有各式各样的人。犬や猫みたいな動物が好きです。以上都是列举代表性的事物来叙述一件事情。みたいだ的第三个用法是表示主观推测，表示按照自己的经验、所见所闻所做出的判断。例如，教室には誰かいるみたいです。教室里好像有人在的样子。第二个例子，彼は私が言っていることに興味を持っていないみたいだ。他好像对我所说的话不感兴趣。再例如，先生は厳しくないみたいだ。老师好像不会很严格。その町はあまりにぎやかではないみたいだ。那个城镇好像不怎么热闹。注意，みたいだ只有比喻、举例、主观推测三个用法，前面ヨーダ举出的其他用法不可替换为みたい。